いやハロー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジラジオギニハマです。はい、現在8月5日金曜18時22分でございます。今日はね、母仕事なんで声が出せる日です。で、朝からね、 UFO のフリーパスを浜大津までね買いに行きまして、で、先ほどサマータイムレンダーの、17話ですね、そして5億年ボタン4話、これまたちょっとアップロード中です。めっちゃ時間かかってます。はい、で、今からですね、夜更かしの歌5話ですね、この楽しみですわ。先週はアキラが女神でしたね。はい、で、最後に僕の自己紹介とね、悲惨な現状をお話します。まずは自己紹介、名前だけ。僕はマジラジオ芸人ハマーと言います。衣装瓶に乗ってジャグリングしたハーモニカ、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。 D アニメストアですね、3、2、1スタート。の痛みだね。16時35分。これでもオープニング見たらまだまだね、新キャラというかおるはずやし、そろそろ出てくるんかな。もう5話やしね。まあもう5話ってまだ5話か。先週のアキラは良かったわ、ほんまに。むちゃむちゃ女神やったな。なぜなってどうやってこれ稼いでんのか気になんねんけど。何こうたんや。あ、不在よ。20時4分。はい、どうも夜派です。
くっさ。いや確か野良猫臭いのは臭いわな。ほのぼのの後にくっさって大銭湯。どないして教えんねん。なりましたよって女子トイレちゃうわ、女子風呂に言いに行かれへんしね。わっ、いやこのスバや。こんなダイレクトに浴場のとこに立ってんの。ああ髪下ろしてる。ここサムネや、 D アニメの。今回サマータイムレンダーでもね、あの網代新平が髪ほどいてたけど、やっぱ髪ほどくと印象変わりますな。楽しいもストレスか。
マグワイ、ああ、痛みと快感を伴うマグワイか。本気で行く言ってたもんな。ラブホー、あ、行ったことありません。多分ラブホー知らんねやろね、中二やし。そうなんや、血の味わかんねえや。喜怒哀楽を私のために感じろと。そうなんや、ユールとかあるんや。またテレビショッピング。どうなのね、どないして。大悟や、それは困ったやつですね。喜怒哀楽の行き先が恋であることを願うと。よし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 。ムツゴロウさんか。女性の血も吸うのね。添い寝屋？
これが職業3000円。なるほど、ナズラの収入源が分かった。やけどこれええとこ住んどるよな。いや、エロ。このアングルはエロ。上を見って思ってまうよね、これ。コウ君、そこで上を見って思ってまうよな、これ。なるほどね。お兄さん呼びで老朽。そんな知ってんねや。のの字人じゃなくて。うん、めちゃめちゃためになる話やったぜ今。100円聞いたことあんな。団中。なんでこんな、あ、アキラかな。いやいや、じゃあアキラ寝てる時間か。しかし広いな、改めて。誰やこれ。あれ、あ、客。それ隠れるしかないんちゃうこれ。なんでやねん。なんでやねん。あれ、これオープニングに映ってるかな、この女子。できるんかいな、こんな。白川清澄。
ど正論や。なんぼほどわがままに。中二やからね。中二の2000円で大金よね。サブタイトルどこで回収してくるんやろ。あ、終わり？早っ。よかし、あ、氷笠陽子さんやんけ。なんか聞いたことある声やな思ったけど。しかしこのアニメほんまキャストバリバリ少ないな。いやー、氷笠陽子さん、氷笠陽子さんおもろいねマジで。白川清澄ね。このアニメってなんかちょっと化け物語に近い気がするな。ちょっとちゃうけど、どっちかというと対話劇というんかな。からまた中途半端に22分55秒ですからね。はい、ということで、まあ今回はね、最初ちょっとナズナの夕方のシーンって初めて映ったんちゃうかな。16時何分とかでしたねあれ。いやで、今までほんまナズナってどないして生計立ててんねんって言うてたらすぐ分かりましたね今回ね。まあまあ、まず夕方なんか不在票入ってるし、コンビニの方がええんかなっていう、ちょっと申し訳ないねんっていう、あ、なぜなんでもそんなこと思うんやなっていうのが意外でした。なんかこうズバズバいろいろ行くタイプやから、あ、そういうちょっと思いやりもあるんやなっていうのがちょっと意外だったかな。そのね、不在票入ってたことで、で野良猫と戯れのほのぼのシーンや思ったら、くっさー言うてましたね。くっさー言うて速攻で銭湯行って、で、なんや、タイマーなったら教えてくれ言うてね。で、まあ、コウ君と合流。まあ、ちょっと初めてね、あのストレートヘアのナズナは、なかなかの破壊力でしたね。やっぱり髪型が変わると、女性ってすごい雰囲気変わるなっていうのをね、よう分かりました。で、コウが吸血される理由っていうのが、まず落ち着くこと。って言ったかなと、感情の確認で、それが血の味によって分かってしまうナズナ、ほうで、喜怒哀楽によって血の味が変わるというのでね、その喜怒哀楽を、ね、私に捧げてくれみたいな、何か言ってたね、ラブホーの中でね。ラブホー行ったことありません。でそこから、そうそう、どうやってね生計立ててるのか思ったら、まさかの添い寝屋なんてあるんや。これ下手したら警察24時に踏み込まれるような感じですよね、マンションの一部屋でやってるとなると。でマッサージもやってたんで、しかもちゃんと詳しかったしね。なんか老朽って言ったかな、老朽はなんか
どうのこうのから、だからのの字、僕は人の字は思ってましたけど、のの字を書くのに、そういったとこから来てんじゃないかみたいなことと、足の裏と、あとここに安眠の壺があると、で吸血と関係してんじゃないかみたいな話でしたね。であとはその、そのマッサージによってお客さんが寝たところで血を吸ってたと、あなるほどなーで、ちょっと結構感心させられましたね今回。うん、さあそして、白川清澄、氷笠陽子さん出てきましたけども、これに、まあ甲がマッサージをさせられということで、うま、何ちゃんとやってくれたらご褒美でもう一回キスしてやんぞっていうところで終わったけど、いやーナズナはなんかこうほんまに手玉に取っとるね、中学生よ。どないしてここから恋愛になっていくんやろな。まあ、こうが好きになるだけでいいんやろうね、今のところ。別にナズナも好きにならなあかんってわけじゃなさそうやし。ねえ、今回ほんで、アキラ出てこんかったな。まあ、どう決着してくるか。で、この新キャラのね、白川清澄がどういうふうに今後関わってくんねやろう。で、そのお客さんたちは、もちろんナズナが吸血鬼なんてことは知らんやろうしね。ここでその、白川清澄にバレて、中取り元かとかそういうことになっていたりせえへんかな。うん、まあ楽しみですね、とにかくね。はい、以上夜更かしの歌5話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどなどどうぞよろしくお願いします。はい、じゃあここから僕の自己紹介と悲惨な現状をお伝えしますんで、興味のある方は終わってください。はい、まあ僕普段こういうことやってましてね、主に子供たちの前でやればできる、諦めない、これを伝えたくてパフォーマンスしてます。現在コロナの影響で2年半ほど仕事全くありません。今年3月までに87連休でした。次に26連休、45連休、40連休と続いて、本来10連休でしたけども今日で23連休です。なぜなら、7月、2件だけ仕事決まってました。23、24、2日ぶっ続け。はい、その6日前に僕が発熱、なんとコロナになって7月収入ゼロ、6月収入ゼロ、なんと1月、2月も収入ゼロ、4月5月はほぼゼロ。はい、今年の収入いまだ16万円というね、もうほんま厳しい状況で生きてます。なんとかね貯金だけでやりくりしてます。まあそんな中なんでね、 YouTube で少しでもね僕のことを皆さんに知っていただければなと思って、まあ僕は母とワンルームで同居ということで、一応言っておきます、僕が家主、母は居候という形ですんでね。うん、なのでアニメリアクター的にはとてつもなくでかいハンデがあるんですよね。でなので夜は声が出せません。起きてる間何にもできません。でまあ風呂場行ったとかいろんな試行錯誤して苦労にね、苦労を重ね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 ずっとやってきてます。はい、そして、動画投稿を続けること861日やってるんですけども、まあ、残念ながら結果がもうほとんどが2桁しか再生取れず、チャンネル登録もほんま伸びずという中でね、正直しんどい、やめたい、もうこれが本音。ただやめるともうゼロになってしまうんで、今歯食いしばってね、なんとか耐えながら続けてます。まあ続けていけばいつかきっと花咲く、ええことあると、そう信じてますんでね、まだ僕は諦めてません。しかも去年ね、1年5ヶ月分の動画多分2000本は消えたと思いますが、まあそれを乗り越えてやってますんでね、ぜひとも応援してやってください、お願いいたします。ただ4月の25日1回だけね、もうメンタル完全に崩壊してもうやめますという動画出しましたが、思いのほかね、多くの方が応援していただいているということが分かりました。いつもご視聴いただいている皆様ありがとうございます。ただし僕がねパフォーマンスやってる姿、これを知っていただきたいので、ぜひとも説明文を見てください。僕のですね自己紹介の、映像ですね、自己紹介、ホームページ、 SNS 各種 PV プロフィール全部載っけてます。で、できればホームページ見てほしいんですね。あと動画を。そしていつか生でショーを見に来ていただきたいなと思ってます。で、僕にとって今それが夢です。で、この夢があるからこそ節約生活頑張れてますんでね。はい、とにかく貯金なくなった時はもう僕はマジで死にますんでね。ぜひね、応援しちゃってください。ほんまにお願いいたします。で、あとはね、過去のアニメのリアクション動画再生リストに作品別にまとめてます。で、9月、今年の9月にね、驚きの発表がありますんで、お楽しみに。はい、以上、アニメリアクション職人ことマジラドギニハマーズでした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。